S ちゃんウェブプロデューサーのしめさわです。明日4月1日メンテナンス後から始まるアップデート情報を紹介します。紹介する内容は開発中のため実装時には異なる可能性がありますのでご了承ください。明日のアップデートからは、ラグナブレイクウンデッドウィナーパート2が始まります。前回、カドケウスを無事従えて終わりましたけど、まあ、その続きからですね。ストーリーの紹介はまあこれまで十分してきたと思うので、もう早速ボス情報に行きましょう。ボスは、ロキです。何を考えてるの？誰にも言えない悲しい過去とか遊んでくれないの？はい、ついに来ました、ロキ。キャラについての説明はまあもはや不要だと思うので、ボスのスキルを見ていきましょう。持続ダメージの出血をばらまきながら、切断とか擦過傷、それからダメージ強振っていったデバフで、まあ、いやらしくダメージを与えてくるようなボスになってます。それぞれのデバフを簡単に説明すると、まあ、こんな感じですね。切断は、持続ダメージデバフ中だと追加ダメージが入るようなもので、擦過傷は出血のダメージと時間が増加する。ダメージ強振は、受けたダメージの一部が他のチャイルドに飛び火しちゃうような感じのデバフになってます。さらにですね、攻撃型に対して沈黙も使ってきます。沈黙は、まあ、スキル封印とスキルゲージ初期化っていうことで、まあ、要は攻撃型が攻撃しなくなっちゃう感じになってしまうので、これも、対策をしておかないとダメージがかなり落ちてしまいそうですね。有効な攻撃型としては、この後紹介する新登場のイブはもちろんなんですけど、あとはオポイスとか月影のアルテミスも使えそうですね。ただ、ロキのリーダーバフの影響で月影のアルテミスが持っている凶暴化は使えなくなってしまうので注意してください。攻撃型以外だと、ダメージアップと回復を一手に担える光属性のネプチューンだったりとか、あとは闇属性補助型のセメレーとかテイワルとかもダメージアップのサポート役として良さそうです。そして、今回ロキに対抗して登場するのは新しい姿のイブです。私と勝負しない？とにかく私のものになったんだから私が責任を取らないと。これは絆解放王の姿なんですけど、解放前は黒い姿になってますね。スキルはこんな感じです。はい、闇属性の攻撃型です。いわゆるイグニッションするとスライドが6連打になるタイプですね。光属性に追加ダメージを与える、まあわかりやすい攻撃型になってます。スライドに沈黙回避率アップがあるので、沈黙対策がこれで一人で完結するっていうのはかなり便利そうですね。まあ、イブを獲得できたらとりあえず強化してスライドを打たせておけば OK みたいな感じですかね。わかりやすい。報酬として獲得できる方のロキのスキルも見ていきましょう。光属性の妨害型です。ダメージ強振で、広範囲にチクチクダメージを与えていくような感じですかね。切断も持ってるので、持続ダメージを使うチャイルド全般と相性が良さそうです。回復負荷で敵の回復を防ぎながら、いやらしく HP を削っていくようなスキル構成ですね。それから、新しい姿のジバーも登場します。不倫すったら、本当に意地っぱりなんだから。どうして私を魔王にしたいのですか？私は、そんなものに興味はありません。許すつもりなんてありませんでしたから。ジバは、レイドに向けた性能っていうよりは PVP 向けの性能っていう感じになっています。スキルはこちらです。火属性の妨害型です。ジバは、最初に登場した時も火属性だったんですけど、今回は、タイプ違いで登場します。まあ説明文が長いですね。スライドには、ワイアットが持ってた永遠っていうデバフを持ってます。それから、バフ爆発ですね。ノーマルには凍結を持ってるので、まあ、ロキと同じように持続ダメージデバフを持ってるチャイルドと相性が良さそうです。そして今回はコスチュームがなんと4種類追加されます。まずは、レイド報酬になっているこの2つです。
変だな。人間って願い事がいっぱいあるはずなのに。あ、そっか、君って自分の願いが何なのかわからないおバカさんなんだね。あなたは嫌、そばにいるだけでイライラする。ルフィ用のコスチュームと花嫁セメレ用のコスチュームです。プラチナ宝箱とか、あとはレイドショップとか、レイドの報酬で獲得できます。それからロキ用にもう一つ登場するのがこちらです。僕と友達になったよ。まあ、どういう状態なのかはストーリーを見てほしいんですけども、このコスチュームはレイドミッションで獲得できます。そして花嫁セメレ用にももう一つ登場しまして、幼少期のセメレです。我慢するのは大丈夫、私は弱いから我慢することしかできないもん。これもストーリーに登場する姿になります。こちらは、ショップでの優勝販売になります。はい、最後にソウルカルタの紹介です。まず1枚目は、泣かないでレオですね。今回のストーリーにも登場するカットシーンのカルタです。今回のレイド向けの性能で召喚とショップで獲得できます。そして、もう一枚ありまして、天の川を仰いでっていうカルタです。これはジバとギルティネですね。七夕っぽい感じになってて、まあ、いつの間にか七夕も目前ですけど、ヒールというか効果としては、デバフ回避率アップの効果を持っていて、発動制限がないので、まあ、今回のレイドにも使えますし、PVP とか他のコンテンツでも使いやすそうなカルタになってます。ラグナブレイクをプレイするミッションパスでもらえるので、まあ、初心者の方とかもね、確保しておくといいと思います。それでは、今回のアップデート情報は以上となります。明日のアップデートをお楽しみに。はい、締めサバ雑談コーナーです。深夜メンテ、今回深夜メンテですけど、まあ、いつ以来ですかね。サービス開始からしばらくは基本深夜メンテだったので、まあ、覚えてる方もいらっしゃると思うんですけど、ちょっと懐かしい感じがしますね。私は根っからの夜型で、今も週末になると一瞬で昼夜逆転するぐらい夜型なんですけど、まあ、そのおかげで深夜メンテの時はそこまでしんどくなかったような記憶があります。まあ、ただやっぱりそういう人ばっかりじゃないので、まあ、対応するメンバーとかも結構消耗が激しかったので、まあ、途中から昼間のメンテに変わりましたね。今回のメンテは朝の8時に終了する予定なんですけども、まあ、昨日プロデューサーレターで紹介した通り、メンテ後から、ブースのグッズとかも追加したりします。入浴剤とタペストリーですね。それから、ラグナブレイクでは毎回声優さんのサイン色紙プレゼントのキャンペーンをやってるんですけど、今回は2回に分けて実施する予定です。第1弾が、ロキ役の尾形めぐみさんで、第2弾がリブ役の石川由衣さんと、ジバー役の東条久子さんですね。2弾の方はサイン色紙の他に、イブとジバのタペストリーも商品に追加しているので、まあ、こちらもぜひチェックしてみてください。では、明日のアップデートをお楽しみに。